数多くのヒット商品を生み出してこられている森山乳業さんですけれども、どうしてもやっぱりこう強みっていうのはどこになるんでしょうか。やっぱり常温で長期保存ができるというようなことでですね、冷蔵庫に入れなくてもいい、在庫も適正に常温で保管すればいいというようなことで、特に、震災であった時なんかはですね、重宝していただいたというようなことと、今環境問題とかですね、エネルギー問題が非常に出ている中では、今後は長期保存のものっていうのはメリットが出てくるのではないかなというふうに信じております。長期保存という分野での競合他社さんというかっていうのはいらっしゃるんでしょうか。中には当然いらっしゃるんですけども、医療職をやられてるとかですね、そこまで徹底して長期保存の専門メーカーさんというのはごく少ないですね。やっぱり食品が持つというのは一つすごくありがたい部分というのと、一方でその長期で持つというのは安全性的に大丈夫なのかという、まあ、そういったなんか心配される方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども。はい、我々長期保存が常温でやるということは菌がゼロということなんですけども、菌をゼロにするためにはですね、中身に入っている原液をですね、菌をゼロにしなくちゃいけない。菌はどこでもいるわけですから、その辺でもう苦労が絶えないということで、衛生管理にはもう十分すぎるほど気を使ってですね、製造しております。無菌の製品を。そうですね、無菌っていうのは本当にちょっと日々の清掃とかですね、怠ったとか機械がトラブルを起こした、トラブルは機械だけじゃなくて人的なトラブルもありますし、その辺は非常に気を使うところですね。長期保存っていうのが一つ御社の特徴でもあると思うんですけれども、そこのやっぱりこう難しさっていうのは絶対あるんじゃないかなと思うんですけれども、他社がこうなかなかこう真似できないというか、そこまで品質を保てないみたいな、そこのなんかこだわりというか、どこがやっぱりこう工夫されているのかなというところ、ちょっとまた同じ内容でも大丈夫ですので、やはり製造する人間がですね、日々そういう意識を持って、手洗いは当然ですし、清掃っていうのが一番大切なことなんで、そこはもう徹底してですね、生産の連中がこだわってやってるところですね。また今年新工場もできたということで、この新工場は100周年の一つの具体的な施策の中でですね、今後100年を考えた場合はどうしても今までの基幹工場だった平塚工場がですね、古いというようなこともあって、また社員が働く環境もですね、今まで、あまり良くなかった、そこを何とかしたいなという思いがあって、やっぱり私の役目は働く人の環境を第一に提供するということが一つの大きな役割だったんで、その辺を解消できたっていうのは新工場ができた以上にですね、喜びの一つかなというふうに思います。社員が気持ちよく働いている環境という面と、やっぱり新工場でよりまた品質を高めていけるという環境が今整っていらっしゃると、キャパ的にも 1.5 倍になりますので、お客様にも迷惑かかんない、ような形には整えました。中身のその機械の精度っていうのも今上がってきていらっしゃるんですか。そうですね、やはり新しい機械はですね、それなりに考えられた精度の高いものになっているので、あとはまだ一部しか入れてませんけども、 IoT とかですね、 AI 的なものも入れるような形にはなってますけども、ちょっと投資額が多かったもんで、今後そういう形に展開できるという形を残してます。